東伊豆町の伊豆アニマルキングダムでミーアキャットの三つ子が誕生し、愛くるしい姿を見せています。こちらが今月9日から一般公開が始まったミーアキャットの赤ちゃんです。伊豆アニマルキングダムで生まれたミーアキャットの赤ちゃんの一般公開は7年ぶりで、母親のタレにとっては初めての出産です。生まれた3頭はすべてオスで、母親の後を追いかけたり兄弟でじゃれ合ったりと元気な姿を見せています。貴重な体験で良かったです。可愛かった。可愛かったですか。今でしか見られないこのちっちゃな体で頑張ってその日光をお腹に浴びてる様子ですとか、お母さんたちとじゃれてるところとか見ていただきたいですね。ミーアキャットは1年ほどで大人と同じ大きさに成長するということです。